どうも皆さんこんにちは、キュウキです。今回ですね、そのラバハンドが実装されて、どうなるのかというか、その配置的に、的な問題で、ラバハンドの最初のレベル1の防衛力というか、そのヒットポイント5700ということで、もう相当もうやばいですよね。普通の対空砲、普通の対空砲というか、レベル6の対空砲は、毎秒230ということで、20秒近く、もし対空砲が1個、この対空砲を、その破壊というかターゲットを取らすために、ラバハウンドをですね、このラボあたりからこう送り込んだ場合にですね、その、隣の対空砲が、その、射程に入るか入らないかぐらいの、その、ポジショニングなんですよ。そして、もし入らなかった場合に、この配置の話ですけど、20発近く、要するに、20秒耐えることになっちゃうんですよ。そうすると、クローバル、後ろから来たバルとか、バルーンとか、ガーゴイルとかに、もう本当やられてしまうので、やはり、早い段階で、その、ラバハウンドっていうのを撃ち落とす必要があるんですね。そうした時に、ここでしたら、基本的にはウィザードやアーチャータワーがあるので、大丈夫って言っちゃ20秒はいかずとも、10秒、12秒ぐらいになると思うんですね。そこで、やはり、大重要となってくるのが、ホーミング対空地雷ですね。タンホール7では起きないか、タンホール8の時代とかに、そのジャイヒーとか、ドラッシュとかね、で使う場面が結構多かったと思うんですけども、タンホール9になってドラッシュで攻められるっていうのはないので、ありますけど、クラン戦ぐらいかな。でもクラン戦も、ゴワイプとかネクロマンサーラッシュとかそういう系だと思うので、ホグラッシュとかね。ドラッシュもありますけども、でもドラッシュって10体とか11体の世界で、その、ドラゴンに、ホーミング対空地雷がこの範囲で当たるか当たらないか、しかも当たったとしても1体しか殺せない。そういう風になると、やはりラバハウンドに重きを置いた方が、ラバハウンドって1体死んだら結構きついじゃないですか。基本的にラバハウンドを編成するときって3体編成する人いませんよね。1体、2体だと思うんですね。そのラバハウンドを1体削れるっていうのは非常にでかいことだと思うので、やはりそのホーミング対空地雷がここにあると。やはり対空砲がね、第一目標なので。そのホーミング対空地雷を、対空砲の近くに置くことによって必ずホーミング対空地雷を発動することができると。これは今ホーミング対空地雷がレベル2でダメージ1800ということで、レベル1ラバハウンド5700、5300、その5000オーバーのには結構ね、全然効かないんじゃないのっていう考えもあると思うんですけども、やはり3分の1削れるのは非常にでかいですね。なのでやっぱりホーミング対空地雷タンホール9になってどこ置けばいいかって言ったら、もう置く場所はおそらく対空砲の近く安定になるんじゃないでしょうかねっていう感じです。この赤い風船の、対空爆弾は全然レベル上げてないですけども、対空爆弾もやはりそこら辺に置くのではないかなと思います。ということで今回ですね、ラバハンドに対するですね、その対策方法的な、そんな感じの動画でした。ご視聴ありがとうございました。